ははいこんにちは中学受験桜チャンネルの滝直樹です、えー、今日はまあ中学受験ですけどね、えーまあ、古文をやり,、ま、やりたいと思います。今日はね古文同士の7回目。ね。えー、今日はね、今日もね数は少ないです。作業変革活用っていうね、えー、ちょっと変わった、えー、活用 さあ「す」「する」というのと「おわすね」ね「いらっしゃるね、えーまあ」ねでまあ年ずとかね「ご覧ずとかね「おもんずしんずぐす」とね「おうじょうすね」ねこれ何々「なにす」何々「ず」っていうのも、えー、これ「する」のね「えー、す」のね、えー、まあ同じなんですけどどんなふうに活用するかっていうと「せず」ね「したり」「す」「するときすれどもせよ」 せせよもあえもあるしいもあるしうもあるしううえいもうもえもあるんですよ。ね、でえー、だから結構ねまあ何回もねやっていけば分かりますせずしたりすするときすれどもせよねこれすなんですよるがないんです終止形ね。ないないすで終わりな。 じゃあちょっと3回言ってみましょう。せずしたり、す、するとき、すれどもせよ。せずしたり、す、するとき、すれどもせよ。せずしたり、す、するとき、すれどもせよ。ね。だこれ、せしす、すする、すれせよですから、作業の変わった活用。作業変革活用と言います。さあ、おわす。これも同じです。おわせず、おわしたり、おわす。おわするとき、おわすれどもおわせよ、ね。いらっしゃるって意味ですけど、ね。 おわせず、おわしたり、おわす、おわする時、おわすれども、おわせよ。はい、じゃ、三回言ってみましょう。おわせず、おわしたり、おわす、おわする時、おわすれども、おわせよ。おわせず、おわしたり、おわす、おわする時、おわすれども、おわせよ。おわせず、おわしたり、おわす、おわする時、おわすれども、おわせよ。まあ、念ずもやってみましょうか。念ずらず、念じたり、念ず、念ずる時、念ずれども、念ぜよと言います。 グス、ね、一緒にいるっていう意味なんです、ね、グセずグしたりグスグスるときグスれどもグセよっていう、ねね、じゃあ、えー、やってみましょう練習です防線部の作業変革活用の動詞の活用形を答えなさいさあ恐ろしさすべき方なしさあ恐ろ怖くてどうするべきかわからなかった っていうね、まあどうしようもなかったって訳す場合が多いんですけど怖くてどうすることもできなかったさあこの「す」さあこれはね「せずしたりす」なんですれなんです,せしすす,るすれせるよ。の「す」だから「終止形」っていうねそういうアプローチの仕方とこれも初めて出てきますけど「べき」っていうのが下にあったら上は絶対「終止形」なんです。 今でも私たちそうですよねこうやるべきだべきの上って終始形なんですよね怖くてどうすることもできなかった恐ろしさすべき方なし恋しき時の思い出にせん、ね、さあ恋しき時の恋しい時の思い出にしよう無は意思ですしようってことねさあこの「せ」が作業変革活用ですけど せずしたりすする時すれどもせよのせですね,ねそういう意味ではまあ未然形なわけですけれど、ね、これ何回か出てきましたけど無しようという意思を表すものがこれ未然形なんだと上はね,ね未然形っていうのはいまだなってないってことですまだしてないってことなんですよだからしようってことはまだしてないってことでしょう、ね、まだしてないものが未然形なんです、ね、恋しい時の思い出にしよう 鬼のようなるものいできて殺さんとしきさあ鬼のようなものが出てきて殺さむねこれ意思です殺そうとしたこれが死が作業変革活用ですね「き」は過去の助動詞で上は絶対連用形なんですけど、ね、これ死せずしたりす,するときすれどもせよの死ですからこれ連用形なんです。でそして よ気がありますからきっていうのはね過去の助動詞で上は絶対連用形なんですねこれをちょっとずつちょっとずつ頭にね心の準備としてやっとくと助動詞やった時にスッと入ってきますから辛きことありとも念じてさあ辛いことがあってもさあ念ずというのはこれ我慢するっていう意味ね,ね我慢して、ね、何か念ずるわけじゃないですこれ我慢するっていう時の多いです古文ではね さあ辛いことがあっても我慢してって意味ですけどさあ念、ね、じ念、ねね、ぜず念じたり念ず念ずるとき念ずれども念ぜよの念じですからこれ連用形になるわけです念、ね、じ連用形でそして下に手があるから連用形というね、えー、のもね、えー、アプローチの仕方として知っておくといいでしょうさあじゃあね えー、読んでみましょうせずしたりすするときすれどもせよどうぞおわせずおわしたりおわすおわするときおわすれどもおわせよどうぞはいこは今日は作業変革活用動詞でしたいいなと思ったらチャンネル登録お願いしますでは今日はここまでにしましょう